まず南阿蘇のローソンに買い物に来たんですが、ローソンこんな建物でした。前まで来てたのに気づきませんでした。ではここでお弁当買ってきます。俵山峠展望所にやってきました。駐車場とても広いですね。でしかもですね、そこにトイレまでありました。はい、向こうの方が熊本市内ですね。ちょっとトイレ覗いてみましょう。はい、こんな感じです。はい、男女兼用の方はちゃんと水洗の、あ、違うわ。ここに南阿蘇村の周遊マップがあります。ちょっと貸してください。現在地がここですね。で我々はグリーンロード南阿蘇に泊まっててそこから一遍、違う、グリーンロードじゃなくて、うん、なんだ、グリーンピアやったっけ。グリーンピア、グリーンピア、これじゃなかったわけね。グリーンロードっていうのはこの道のことだから。そうか。すいません、これでしたね。グリーンピア南阿蘇に泊まってて道でなんかここでテント張ってテンテント張く、はい、こう言ってですね、ここのローソンでお弁当を買ってこういう風にやってきたということですね。大変失礼しました。そうか、あるいは登山道か。俵山展望所にやってきました。俵山展望園地って書かれてますね。消えてますけど、阿蘇九十国立公園。あー綺麗。今日は烏帽子山とか高岳とか見えてますね。あそこにほら名前の、うん、本当だ。ちょっとあれを見てみましょうか。はい、烏帽子山、高岳、岡窓山ですね。ここに南外輪山縦走ルートがあります。現在そこですね。はい、もうそこまでピストンと、まあお手軽コースで。だってこれ全長何キロぐらい？30キロぐらいあるじゃない。そうだね。なかなか、しかも所要16時間だそうですよ。あの田中陽子さんならそうですね。いや、あの宮の浦岳を走破したあの先生では、画伯でもダメですか？はい、90分だそうです。では頑張りましょう。桜が咲いています。葉っぱ出ちゃってますけどね。早くも疲れました。いや、眺めいいですね。稜線出ました。もう1キロ来たみたいよ。そう、うん、ほなもう、はい、では先に進みます。はい、これが迂回コースと一般コースの分岐で、はい、じゃあこの階段を行きましょうかね。
どうやらここが迂回路との合流地点ですね。下りはこっちを行くようにしましょう。結構大変でした。山頂まで35分、九州百名山だそうです。道とっても整備されていて歩きやすいです。展望開けました。多分あれが俵山の山頂でしょうね。かろうじてちょっと雲かかってますが、かろうじて見えてるような感じですね。道断つつじ、これそうなの、うん、阿蘇がより立体的に見えて綺麗だと連れが言っております。いや本当に外輪座の中にガーンと盛り上がってるっていうのがよくわかりますね。ちっちゃなお花が咲いてます。アシビが満開です。いや大きい木で、残念ながら阿蘇の方雲かかってきました。いやこれは山頂は何も見えなさそうだ。これが山頂かと思って喜んでたら山頂まだ200メートル先でした。登るような感じではないと連れが言っております。真っ白です。そうだね。はい、まあ、とりあえず山頂で、はい、俵山山頂到着です。真っ白、何にも見えません。1095メートルですね。はい、真っ白、残念、眺望ゼロ。はい、これが三角点、そんな、うん、これがそうみたい。じゃあそこ立ってください。はい、それ、はい、俵山山頂1095メートル登頂です。真っ白、真っ白。はい、じゃあ交代、交代、撮影中なんでそのまま、はい、はいはい、おじさん登頂までに何回死にましたか。数え切れず。10時46分まで、30分ほどちょっと粘ってみましたけれども、ますます真っ白になってきまして、もう諦めて下山することにしました。下山は同じ道を戻ります。では行きます。はい、俵山峠と地蔵峠の分岐点まで歩いてきました。相変わらず真っ白です。分岐点見落として降りてしまいましたが、気がついて再び登ってこちらの緩い道の方に帰りました。ちょっと登って疲れました。急半の道と合流しました。ずいぶんこう緩やかな歩きやすい道でした。やっぱり下りはこっちを使った方がいいですね。上りもそうだよね。上りもこっちの方が楽でしょうけどね。まあただこうずいぶん回ってくるので時間的にはこっちがだいぶ有利でしょうね。はい、阿蘇が見えるようになってきました。ここで標高888メートル、まあ、ここまで降りると雲が切れるということですね。あ、高岳と猫岳がきれいに見えてきました。で、左の雲かかってるのが烏帽子岳ですね。はい、とても見晴らしよくなりました。晴れるとね、本当気持ちいいんだけどね、残念ながら俵山は、はい、俵山は真っ白で何も見えません。
はい、熊本市街の方も見えてますね。はい、降りてきました。もうそこがあの峠の道ですね。でここの展望はいいのでここでお弁当にします。ここだと若干向こうも見える。そうそう、若干ですが見えますのでね。はい、今日のランチはローソンで買ってきた焼き鮭ハラミのおにぎりと潰れた生姜とわかめのおにぎり、それは飲みたいです。では行きます。